前回もね動画でアップさせてもらったんですけど、今 YouTuber のヒカルさんがプロデュースしてる LINE ライブのイベントに参加してます。随時インスタ、 YouTube のコミュニティ、あと Twitter の方ではご報告させてもらってるんですけど、今回なんと3次選考に進出できました。最終日がね3月の11日23時59分59秒で終了やったんですけど、私はね2時間前の10時から始めさせていただいたんですけど、始めた瞬間から応援アイテムが止まらない状態で、もうなんとねブロック1位で通過させていただきました。ほんまにありがとうございました。私もイベントっていうのは参加したことがなかったので、もうなんかもう感動すぎてやばかったんですけど、今回その三次選考にね進出できるということで、今撮影してるのが3月13日なんですけど、今日のお昼12時から始まりました。今回もねブロックで分けられてるんですけど、三次選考は A ブロックと B ブロックの2つのブロックに分かれてます。で、私は A ブロックになりました。メンバーを見ると強敵の方ばっかりですごいんですよ。もう見た瞬間もう震え上がったんですけど、二次選考でね総合ランキング1位やった方とも一緒やし、あと他もいろんな各ブロックの1位やった方と一緒でそう、もうなんかもうすごいね、心臓がもうバックバックずっとしてるんですけど、いやでもね、もう皆さんが見終えたらいけるよって、もうすっごいたくさん応援していただいてて、もうここまで応援してもらって、二次選考の時もかなりね応援していただいて次に進めたので、私もね弱気にならずに頑張ろうとほんまに思ってます。もうね多分私のこの LINE ライブとかを見てくださってる方とかもいてると思うんですけど、ゆっくり配信する時間がないっていうのがあって、主婦のね日常のルーティーンやったりとか動画の方でもねアップしてる YouTuber として皆さんにこんだけ応援してもらってるので、私も何かねお礼ができたらなと思って、三次選考は配信しっぱなしの状態な感じにしてて、もうほんまにリアルな日常とかを映してます。モーニングルーティーンとかナイトルーティーンとかは、まああれも別にほんまのことなんですけど、でもこうやっぱカットとかしたりしてるので、めっちゃリアルか言うたらそうではない。でもLINE ライブではもうほんまにめちゃめちゃリアルな映像流してるので、もうよかったぜひ遊びに来てほしいなと思います。そういうことしかね皆さんにお返しができないっていうのもすっごい心が痛いんですけど、でもねもうやっぱり二次選考であれだけ応援していただいて、それをね絶対に無駄にしたらあかんと思うので、三次選考の最終日が3月22日の59分59秒で終了になります。それまでほんまに頑張ろうと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。そうです、ルーキーもね、LINE ライブに出てくれてて、なんかもう、ハートありがとうございますとかね、言ってるんですけど、ほんまにね、ここまで来たら行きたいね。はい、二次選考の時は各ブロックね3位までの方がこの三次選考に行けたんですけど、今回はなんと1位の方しか次のステージに進出できないみたいで、もうすごすぎますねこのイベントって思ってます。で、一応応援ポイントが5万ポイント以上の方は敗者復活戦が三次選考ではあるみたいなんですけど、行けるとこまで行きたいなと思ってるのでよろしくお願いします。当日に今撮影してるんですけど、これを撮影する前もねずっとちょっと LINE ライブさせてもらってて、この後もまた LINE ライブしようと思ってるんですけど、皆さんからたくさん応援していただいて今現在1位をキープしてます。でもまだね全然配信されてない方もたくさんいてるので、今からもうまたどういう動きになるかとかもわからないんですけど、私もね全力で頑張りたいと思ってるので、ぜひ応援よろしくお願いします。なんか謝罪会見みたいになってるけど、ルッキー、いやもうほんまにね主婦強しやなと思いました。視聴者さんもそうやし、リスナーさんたちは主婦の方が多いので、もうねもう本当にもう感謝の気持ちがいっぱいすぎて、この応援はほんまに無駄にしたらあかんと思います。三次選考が始まったということで今撮影してるんですけど、もう何度も何度も言うんですけど、頑張るので応援よろしくお願いします。
どこで覚えたん？バイバイ。バイバイ。